はい、ただいまやっていきましょう。クオンの絆ですね、やっていこうということで、カンニングしていきましょう。皆さんカンニングしていきましょう。はい、前回の最後に出された質問ですね、ミキシさんの質問に対するカンニングでございます。はい、いいのかなこんなんで。東大ですね、東大寺大仏殿は1181年に1567年に一回燃えてるというので、これフェイントですね、燃えてるということですね。燃えてるので、その前からですね、少なくとも。はい。で、現在の建築は1709年。はい。え、これ答えなくね？答えなくね、これ。あれ？答えないな、これ。多分、ミキッサのわなだな、これ、多分。どれ答えても間違ってるって言うんだろうな。1700年だよっていう、いう感じになりそう。で、建てられたのは、ここなんだよね。最初の大仏殿の建設は、鋳造が終わった頃に始まり、1758年に完成した。ということで、1758ですね。はい。そもそも平安が1000年より前なんで、そういう感じですよね。その前からあったということで。はい、じゃあそんな感じですね。はい。じゃあそんな感じです。本編戻りましょう。浅草。ミキさん、舐めてもらっては困るぜ。そんなもの、俺が覚えていないわけがないだろうが。1758。だ、ちょっと前の !749 年だ!暗いミキさん1740、違う、1000じゃねえや。749年です。俺は、こんなものは常識だと言って、ドヤ顔で答えてやった。正解だ。おー、倒したミキさん、やったー。なかなかよく話を聞いていたようだね。なんかもう、負け惜しみなのか知らんけど、開業しないで来たな。会話入ってるのに。開業しないで喋り始めたな。意外な結果に、わずかに声を詰まらせて、ミキさんが正解を認め、そしてまた、何事もなかったかのような顔で。講釈を再開し始めた。おいおい、ミキシタ、どうしたどうした。カンニングしてきたけどな。ああ、よかったよかった。1700年代だとか言わなくてよかった。そう。この大仏が建てられた天平時代は、今からおおよそ1200年以上も前のことだ。しかし、当時は生産性も低く、人々は常に飢餓の恐怖に怯えた暮らしをしていたんだよ。そして、国を運営する一握りの権力者たちは、自分たちの権益を奪い合って、数限りない戦が幾度となく繰り返された。そしてその都度、戦火に田畑を焼かれて、家族を失い、土地を投げ出して、流民となる人々をたくさん生み出していったんだ。世の中は本当に絶望の淵にあったと言っていい。実際、その時代に作られた伽藍の前で、当時の出来事を話すミキッサの声に次第に力が込められていく。これミキッサがその時代の人ってことを言ってる、もしかして自分がそれぐらいの時代に生まれてたってことを言ってる。まさかミキッサってタカシさんの前世、違うな違うな、タカシさんの前世がミキッサなわけないから、ならここに二人いるのはおかしいか、二人とも同時に存在するのは。タカシさんより古い時代の人、もしかして。いつしかみんなもしわぶき一つせずに、ミキッサの話に聞き入っていた。本当に、誰も明日に希望を持てない地獄のような世界だったんだ。その様子を憂いた時の帝が、都を平常に移す際に、国の平和を願って、都の東に、東大寺を建立し、この大仏殿は作られたんだ。みんな、後ろを振り返ってごらん。大きな建物だろ。東西南北に50メートル以上、高さも48メートル以上ある、世界最大の木造建築だ。でも、この大仏殿が作られた1200年前というのは、クレーン車どころか釘一本だってまだなかった時代なんだ。それなのに、人々は明日をも知れぬ生活をしながら、ただひたすらに神仏の加護を願って、9年の歳月をかけて、これほどの大加護欄を作った。なぜだと思う？神を信じていたからさ。神を信じて、そして自分を犠牲にして一心不乱に祈ることで、せめて自分の大切な人だけを神の力で守ってもらおうとしたんだ。僕は、ここはそうした彼らの生き様と、当時の夢とロマンがそのままの形で残っているような気がする。今でもここにこうして立っていると、なんだか自分が天平のアスカに帰ったような気がするぐらいだよ。
お前ルークと友達になった方がいいんじゃないのかな。めっちゃ歴史好きやん。歴史ってかやっぱその時代に生きてきたのかな。そう言ってミキッサーは目を閉じると、イニシエの音を聞くかのように少し顔を上げて耳を澄ました。歴史はドラマさ。それも月9のテレビドラマなんかじゃなんか目じゃないぐらいの面白いドラマだ。 NHK さNHK 大河さ。どうせこんなに真面目に歴史、どうせこんなに真面目に史跡に向かって歴史を紐解くなんてことはそうそう何度もすることじゃないだろう。ここは一つ騙されたと思って先生の言うことを聞いてみちゃどうかな。それにこんなにワクワクするドラマを見ないのは損ってもんさ。だろ、俺を見てたろって言ってんの、もしかして怒が見て言ってんの。あ、先生すごい。なんだか私先生の話を聞いてるだけでドラマを見てるみたいな気がした。俺もなんか見直したぜ、ミキッサー。うん、私も。ミキッサーの語りが終わると周囲の雰囲気は一定していた。みんなそれまでは自分にとって意味を持たない存在でしかなかった周りの建物や景色を今では好奇心たっぷりの目で見回している。あん、アシア先生やっぱり素敵。さらっと歴史の漫画なんかを語っちゃうあたり大人の男って感じしない。もうやめてよ、せっかくいい気分になってるのに。あんたいつもそればっかりなんだから。女子の会話だな。はいはい、みんなアシア先生のいい話聞けてよかったわね。というわけで自由課題の意義も分かったわね。ミキシタファンの、女の子たちの黄色い声に浮つきかけた生徒たちをさや先生が再び指名。さや先生大丈夫です、恨まれない。なんかいろいろミキシタに色目使ってるみたいな勘違いされない。逆に言うとミキシタがなんかさや先生に色目使ってるけどな。はーい、よろしい。はい、散って。まあでも歴史ってこういうロマンがあるよね。歴史はドラマか。どうしようかな、こういう歴史ものゲームをやるたびに調べてってこうパートの初めに、じゃあお勉強しましょう皆さんみたいな感じをやって歴史を紐解いていくのもいいのかもしれないな。そういう照らし合わせしていこっかな。現実味の実施を元にしたゲームっていうのをやるときはそういうのをちょっと設けていきたいね今後。もしくは右側のさ、このメモスペースでちょっとそういうのを設けていくみたいな感じのことをやっていけるといいかな。今度はみんなおとなしく先生の言葉に従うような、そうやってこう勉強も兼ねていきたいよね。勉強っていうか楽しく学んでもいきたいね。俺あんまり歴史とか興味ないから一切覚えてないからな、もはや班ごとに固まり3355ゾロゾロと散っていく。太一、学生服よ、俺たちもそろそろ行くか。後ろから太一が肩を叩いてきた。そうだな、他のみんなは。他のみんなっつっても万葉としおりだけど、私ならここよ。万葉が俺の横にスッと立つ。その瞬間太一の顔に一筋の影が走り抜けたのは気のせいだろうか。え、どういうこと。太一は諦めたと言ったが、やはり真剣であればあっただけその思いが消えるまでには時間がかかるのは当たり前なのだ。俺は少し万葉と再会できたことに喜びすぎていたのかもしれない。俺がしばらくそう考えにふけっているとき、後ろからためらいがちな声が聞こえてきた。しおりだな。誰お前。僕高原さんと同じ班になれてすごく光栄です。どうぞ、よろしく。同じクラスの、誰、ちょっと待って、気塚、同じクラス、これ気塚でいい。ちょっと待って、誰だよ、ここで新キャラ出してくんなよ。深沢くんじゃないの。深沢くんちゃんとメモに取ってたのよ、俺。違うの。大きな黒縁眼鏡をかけた顔を真っ赤にして、何やら万葉に挨拶をしている。ああ、そういえばこいつも俺と同じ班だったっけ。これ道綱じゃねえやな、突然出てきてお前。ちょっとまず俺らに挨拶しろよ、万葉に話しかけたいならみたいな。万葉親衛隊みたいだろうか俺と太一で。これ何し何塚篠塚にするか。違うと思うけど、篠塚はクラス1の秀才だけど、どうやらこいつも万葉に惚れているうちの一人らしい。無理だよ、諦めろ。万葉そうやっていい笑顔しないの。こちらこそよろしくね、篠塚くん。
男心の胸悲しさを知ってか知らずか、万葉はまた一つ罪を重ねる仕草をする。ねね罪を重ねるんじゃない、万葉、やめろ、これ以上罪を重ねるな、また輪廻が増えるぞ、やめろ、神罰が増えるぞ。かわいそうに。あ、有坂くん、シエノ、シエノ、みんなここにいたんだ。あ、班6人だっけ、しおり別クラスだから他に3人いるのか、こうやっていないから、いないんだから探しちゃったわよ。さらにもう二人、やけにはしゃぎまくった女子の生徒、女子生徒の、田之倉、田之倉と、これ何、柳瀬が加わって、総勢6名のが、俺たちの班だった。また新しいキャラいっぱい増えてきたな。じゃあそろそろ、俺たちも行くか。しばらく、メモを更新してなかったからな、ちょうどいいか。大地が遅ればせながら、出発の温度をとって歩き出すと、突然、倒れた。違った。そう、あれ、サヤセンとアシア先生じゃない？田之倉がそう叫んで俺たちを引き止めた。見るとそこから100メートルほど離れたさっきの場所で幹久がサヤセンを引き止めて何やら話し込んでいるようだった。遠くだね、遠くだね。あとでアッコやユオクたちにも教えてやんなくちゃ。どんどんメモ帳にキャラを増やすな、突然。やめろ。二人っきりで何を話してるんだろう。ちょっと怪しい雰囲気だよね。ゴシップ大好きの田之倉が嬉しそうに目を輝かせる。エリカ、お前は。エリカゴシップ大好き。まったく女の子ってやつは、例外なくゴシップ大好きなのはどうしてだろう。これ、マイオとかもそうなのかな、女の子ってまとめるってことは。だが、本当のことを言えば、俺も少し気にならないわけじゃない。なぜかよくわからないが、勘が、注意しろ、と言っていた。はぁ、何してるのかが聞こえたらな。ゴシップニュースを諦めきれない田之倉が嘆く。俺も釣られて、嘘だな。と思った瞬間、遠く離れた二人の会話が俺の耳に飛び込んできた。どういうこと？どういうこと？何の術だそれは？先ほどは大変いいお話をありがとうございました。いえ、あれぐらいはお安いご用ですよ。時は先生はこれからどちら？え？私ですか？私はこれからちょっと行くところが。おや、そうでしたか。それは残念。もしよろしければご一緒して、子供向けの昔話の代わりに、アスカロマンの話でもお聞かせしようかと思ったんですけどね。アスカロマンですか。アシア先生はアスカ時代のロマンって何だと思います？この大仏殿を作った人たちのような決して希望を失わない強さでしょうか。ドキア先生、実際にこの建物を作った者たちに希望などというものは鼻からありませんよ。彼らは皆朝廷に脅され、家族と引き離されて泣く泣くこの地に強制労働に連れてこられた者たちです。言ったでしょ、当時の日本は本当の地獄だったと。朝廷は当時の日本の全人口の4分の1にも当たる人間を借り出し、愛する者と無理やり引き剥がして、今日死ぬか明日死ぬかの過酷な労働を強いて、この国の基礎を作ってきたんですよ。僕があなたとしたかったのはそんな大人のおとぎ話ですよ。したくねえよ、そんな話したくねえよ。そんな苦しい話したくねえよ。大人の話という体で女性となんか。なんだお前、お前でもその時代失礼で、なんか。アシア先生ですが、その話はまたの機会にいたしましょう。では失礼。引いてくのか。何これ、どうなってんの。小さい絵だな。ねえ、ちょっとシエノ、どうしちゃったのよ、ぼーっとして。ほら、早く行こうよ。クラスで私たちだけだよ、まだここにいるの。俺を呼ぶ。いや、なぎせじゃないよね、多分。なぎさとかにしとく。絶対違うけど。勝手に俺がつけたい名前つけてくスタイルだからな、オブには。あ、いいか、柳瀬の声に振り向くと、他の4人も不思議そうな顔して俺の顔を見つめている。なんで聞こえたの、そもそも。声が。何？誰の魔法よ、これ。ああ、すまん。ちょっと考え事してさ。よっしゃ、じゃあ行くか。こうして俺たちは、すがすがしい、木々の匂いの香る午後の奈良公園の中を歩き出した。仕方なく。が、俺にはそれらを楽しむことがほとんどできなかった。頭の中は、どうしてあの二人の会話を聞くことができたのかという疑問でいっぱいだったせいだ。そうだよね。俺が望めば、ことはすぐに現実のものとなる。何それ、何その超能力、何その中二感あふれる能力。
何それ、転生したら、イカルガだったみたいな展開。ティシエンの王だったみたいな。あ、まあ、確かに、高橋さん最後のところで全ての陰に覚醒したみたいな。全ての術を使えるみたいなこと言ってたけどね。そんなバカな。そんな力は。それじゃあまるで、ホタルを失ったあの時のような。そうだよね。あの時、完全覚醒したもんね。まさか、力が強くなっている。あっかっかっ右手だ抑えきれない、生きづらい黒竜がそういう感じ。そういう感じ。ユリア、サヤがそうであったように、俺の力もここに来て、何かによって目覚めさせようとしているのか。ダークフレームマスターになろうとしてるの。もしそうだとしたら、知らず知らずのうちに、勝手に体が作り変えられていってるとしたら、俺は、どうなっていってしまうんだろう。果たして俺は、このまま、支援の王イカルガでいられるのだろうか。もうすでになんか違うものになってるけどな、人外になってるけどな。支援の王って。俺は、このまま、奴らと戦わずにして負けるのか。頭の中に、どす黒い嫌な予感が広がっていく。俺は、俺が俺であるために、この戦いを決意したのに、すべては無駄になってしまうのだろうか。焦りとともに、先ほどの予感が、どんどん黒いシミを心の中に広げていく。しかし、その答えは、どこからも見つからない。自分が消えて、なくなっていく。漠然とした恐怖と戦いながら、俺は同じ質問を自分に向かって数十回、数百回と繰り返して、みんなの後をとぼとぼと歩いていった。おう、これ、ホタルちゃんが出てきた森じゃない？一花と一緒にいたあの森の背景だけど、多分、見たような感じだけど。大仏殿から仲間をくぐり、鏡池周辺で、たむろう鹿の群れを眺めつつ、ケムカイ山八幡へと向かう道を登ると、上緑樹だっけ、上緑樹だね。ちょっと今ボンドの方のさ常に紅葉してる方が出てきたけど、いや、針葉樹の多い山道の長い石段を一つ一つ登っていく途中に、小さな鹿の餌を売る小屋があった。俺たちはそこでいくつかの鹿の餌を買い求めた。うん、便利ね鹿。はっ、かわいい。餌を買ってからすぐのこと、これホタルちゃんの友達来たりしない？友達の祖先。待って、鹿も転生してんのか、もしかして鹿も輪で転生したりしない？その展開あるのかな。鹿もあの頃の記憶に覚醒して力を取り戻す、何の力を持って式神の力を取り戻すみたいな、式神にされたけどな。可愛らしい小鹿が歩いているのを見つけると、あ、違う、餌を買ってからすぐのこと、可愛らしい小鹿が歩いているのを見つけると、女の子たちは鹿のせんべい片手に、騎乗をあげて小鹿に向かっていき、手渡しで餌を食べさせたり、並んで写真を撮ったりして遊んでいる。うん。あの、家族で、そのね、奈良公園とか行ったことがあるんですけど、その時に、姉貴が、なんか、鹿に餌やってたら後ろから、違う鹿にこうパクってこう食べられるっていうか、なんかこうね、こう餌を取られそうになってキャーキャー言ってるの今思い出した。関係ないけど今思い出した。油断しちゃいけねえぞ。それはもちろん万葉だって例外じゃない。それ鹿の糞多いよね、あそこ。彼女は小鹿の背中を撫でつつ、美しくて柔らかなニコゲっていうの、これニコゲに頬をすり寄せて笑っている。うん、まあ、万葉はそもそも鹿好きっていうか生き物好きだもんな。そしてその姿は、俺にはとても懐かしいものに感じられた。そうだね。片や小鹿はというと、それはもう、こちらが尻込みするほど人に慣れていて。そうだろうね。観光地だもんね。まあ、そうだよね。彼女たちが売店で餌を買ったのを見つけると、一直線に近寄ってきて、鼻を鳴らして餌をせっついてくるほどだ。人を怖がる様子は全くなく、むしろ人間を自分たちに餌を運んでくる便利な生き物のように思っている節がないでもない。だがまあ、お互いがお互いのいいようにして出来上がった関係なのだから、これはこれで一つの理想の関係なのかもしれない。そして鹿と戯れる万葉たちの姿から、ふと視線を転じると、その先に。うん。まあそうだね。人間側はいい旅の思い出を、鹿側は今日のご飯をもらえるという関係ですね。しおりがポツンと一人で立っている姿が見えた。なんで？
班の人は。なんでよ。違うクラスだから別班だけど。しおり！え、なんか、ぼーっとしてない？あ、中二豚。近寄ると、しおりは眠たそうなぼんやりとした表情で、俺の顔を見上げてくる。そういうことか。今まで寝てたのか。だから班行動もしてなかったのか。どうしたんだ、こんなところで。友達は班の人たちと一緒じゃないのか。そう言って、いつもとは違った様子のしおりを心配して声をかけてはみたが。え、あ、うん。なんかね、はぐれちゃったみたい。やはり、ぼんやりとした反応しか返ってこない。はぐれちゃったって、お前、それまではどうしてたんだよ。さあ、私はただ歩いていただけだよ。みんな、どこに行っちゃったんだろう。なんだ、これは。おい、しおり、お前大丈夫か？まだ昨日のショックが治ってないのかよ。おい、俺がわかるか？俺はその反応の異常さに焦って、肩を掴んで、しおりの体を強く揺すってみた。ちょっと乱暴にしないで。うん、大丈夫よ。大丈夫だから、兄様。イエーイ！記憶が混じってんのか、覚醒しかかってんのか。そういうことか。何？何？どうしたの、イカルガ君？しおりさん？様子を見に来たマイオが、しおりを見て立ち止まる。しおりか？おい、どうしたんだ、しおり？続いて、太一もやってきた。二人とも、心をどこかに置いてきてしまったような、しおりの様子に驚いている。どうやら、クラスメートとはぐれてしまったようなんだけど、どうにも様子がおかしいんだ。ひょっとしたら、またどこか具合が悪いのかもしれない。本当に？ああ、あるいは、瞳子の心が、しおりのそれに、重なっているのかもしれない。俺は心配そうに見守るマイオと視線を交わし合った後、心に浮かんだ疑念を隠して、太一や後から集まってきた篠塚、田之倉、柳林、違うね、柳捨てたち3人にも分かるように事情をかいつまんで説明してやった。へえ、そうなんだ。じゃあとてもここで一人にしてはおけないわね。あの子、支援の王の親戚の子なんでしょ。だったら、先生たちの誰かと出会うまで、しばらく私たちと一緒に行動したらどうかな。うわぁ！過去に因縁がある全員が揃ってしまうな、これで。そういう展開か。なるほどなぁ。あ、親戚の子か。正しいね。はい。はい、じゃあ一旦ここで休憩しますかね。冒頭になんかカンニングつけてるだろうし、あれどれくらい突っ取ったかわかんないし。はい。じゃあ一旦ここで休憩します。ありがとうございました。ありがとうねー。